福ちゃんいつも何してんの一人で。斬新な質問。福ちゃんはいつも何してるんですか。僕はね一人で、僕は朝の時間が好きなんですよ。あ、夜より。いいね、確かに、うん、もう自分でなんかプラン立てるのいつも何しようと。起きる時間はできるだけ毎日、うん、毎日一緒にしようと思って。おお、マジ一緒なんですよ。やけに寝たりしない。別に。あ、しないです。そうなんだ。で、だいたい朝の龍神の湯好きで。ね、龍神さんはねお世話になってます。お世話になってます、龍神さん。早朝からサウナ行かない？サウナ。あ、龍神の湯の中サウナですか。うん、あ、入ります、入ります。起きるのは何じゃないぞ。6時半いや、休みの日。ああ、目覚ましも全部それです、絶対。そこは外さないです。一回あの早すぎな、消す作業入ります。寝るにしても消す作業。あの6時半はずっとだからついてる。ああ、ピピピピってなって二度寝はするってことね。はい、たまには、したい時。ああ、起きる時は起きようと思って。ああ、だからそこからもうちょっと朝飯食っていったらもう8時にならんぐらいに、7時台ぐらいに。ああ、でも確かにさ、オフの日ってさ、寝すぎて昼とか起きたらちょっとショック。いや、ショックショックショック。マジ時間もったいないの、ね、よ。せっかくの1日休みがっつって、ね、本当にね。2連休あるんやったら。ああ、まあそうだね、2連休あったらちょっとゆっくりしようかなともあるけどね。いや、あ、よし、今日ぐらいは。本当ね、オフの日って朝の時間もったいないな。過ごし逃したら。だから龍神の湯行くっしょ。 あ、僕コメダも好きなんで。おお、コメダ行く。コメダコーヒーね。で、あのトースト食べて朝。あ、そうそう、裏トースト。え、朝家では作んないもん、ほぼ。あ、家で食うんすけど、なんかコメダは あのなんか食えるんですね。龍神、あ、なるほどね。龍神上がりに食って、だから結構あと休みの日は何ですかね。だから龍神行って、コメダ行って、本とかなんか手帳とか好きなんですよ。あ、え、見に行くの？本は読む方。あで、手帳はなんか字書くの好きなんですよ。だから自分の予定立てて1ヶ月のパパ。だからもう携帯にもうメモるし。もう嘘やん絶対。手帳、いや、ほんまっす、ほんまっす、これもほんまなんですよ。そうなん。はい、手帳にも書いて。あ、で、できていったら消すんですよ、ね、それ好きで。その目的が達成したらとか。そう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 。え、別にほんましょうもないこと、しょうもないことで。何それすごいね。でもなんか忘れるじゃないですか。それはでも本当に福ちゃんのちょっと裏側だな。でしょう、うん、結構なんか忘れるじゃないですか、予定を。はい、予定。え、携帯のメモ帳にはやらないんだ。メモ帳にもやるっすどっちも行くタイプ。メモ帳にも、だから携帯しかないときは携帯にあって。ああ、で、そこから。え、でも常にメモ帳持ってるの、その手帳みたいな。あ、手帳は、うん、家に。あ、家にある。リビングの上に。一人暮らしだから別に誰から見られるわけでもないし。でもなんかさ、どっか行ってるときにさ、あ、なんか思いついたとか書くのはもう携帯。それは携帯。携帯。あ、これ、まあ、もうあれ、大抵これ買わなあかんぐらいです。そんな大事なこと書いてない。ああ、やって。それは意外です。ね、意外な一面ですね。オフにラーメン食うの大好きです。あ、イーアスの。お、イーアス、はい、うん、どう好きな。フードコートっていうんかな、うん、フードコートのある、ね、うん、2階とか2階か1階か稼働のなんかラーメン業界とか。あ、あるね。ある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 あそこのラーメンバレ好き。あるなあ、るなあ、そこ食うし、うん、あっかんで満喫。まあ別にそれ1日ずっとやってるわけじゃないですよ。それちょっとあれだな。いいね、その一日。マリーっす。満喫も行くの。満喫も行くっす。福ちゃん漫画も好きだっけ。漫画、まあそうっすね。アニメからの漫画っす。アニメだから。ああ、なるほどね。アニメ見て気になって漫画を読んじゃうみたいなね。で、そうそうそう。ああ、そう、そうっすね。そうっす、そんぐらいっすかね。で、また昼寝してとかっす、うん、すごいいいじゃん、それなんか、最高っすよ。いい一日だ。いい一日、いい一日の過ごし方ですね。そうそうそう。なんか去年読んだ漫画でなんかおすすめの漫画とかあります？え、もう今も読み続けたのマジ呪術廻戦。おー、まあ、最近もだから満喫行って読んでるんですけど、呪術廻戦は読んでるし、昔何が好きやったか、まあ、ガッシュベルとか昔めっちゃ。あー、なんかバリオンだし、戦うのやつ。あー、わかるわかる。あとなんか家に置いてる漫画でファンタジスタだけは家に置いてます。あ、買ってんだ。はい、読み直したら一切しないですけど置いてます。意味あるんかな。ふくちゃん、喋、はい、ってるところ。あ、すみません。ホットドッグができました。カメラに見せる、ね、シェフ
シェフいるわ。チャーハン以来の手作り。シェフ多かったんだ。ありがとうございます。シェフあの時多かったね。うん、おでん作るやつはいるわ。おでんはバリうまかったでしょ。評価高かったからな。おでんうまかったね。うん、よかった。おでんはうまかった。寒い時のおでんよかったですね。おでん誰が作ったんですか。福ちゃんです。僕というか慶吾くんというか。ほぼ福ちゃんです。いやほぼ慶吾くん。あれ慶吾だな確かにな。慶吾くんやってとか言って。一緒にやろうとかやって。でも本当にあの時は僕、福ちゃん、圭吾、田中圭太4人で行ったんですよ。ね。バリ最高だったの。あれ最高だったね。で僕があのチャーハンを作って、そうそうそう、福ちゃんだ、福ちゃん圭吾ペアがあのおでんとおでんとピザか。あピザかなんかそうピザや。ピザだね。で圭太があのあれかあの。アヒージョじゃない。アヒージョやってたね。チーズ置いて。いやあいつだけなんかおしゃれなんですよ。俺はあの中華鍋を振りたくてチャーハン作ってる。バリ重さったけどな。怖い。早く食べてとか言ってたけど。米3合ぐらい買ったからさ。バリうまい。バリうまい。これ間違いないね。バリうまいやつさ。今日死にうまいやつさ。ああそっか。バリって言わへんか。バリうまいやつさ。バリうまいやつさ。なんかちょっと混ざってる。でも今日こんなにやると思わなかった。だからさ、ね、焚き火だけなんか説明浅くなかった、うん、焚き火トーク。しかも焚き火トークだったから今日にあれルーシュギで行った方がいいっすかとか今日になって確認したしさ。私服でいいっすよ、ね、そうそうそう大丈夫だよ、うん、これめっちゃうまい。この去年か1年、うん、初めてのクラブコミュニケーターでしたけどどうでした。はそうね、やっぱり、まあ、一番思うのはあの選手離れて、うん、あのまあ選手みんな羨ましいなと。やっぱり選手ってかっこいいなって思うよ。やっぱり新谷さんがさ、でもさよく言うのはやっぱこう裏方の人に支えられてやってるやれてるよって教えてくれるじゃないですか。あれはね本当に今の選手たちにも、まあうん、いや知ってると思うね、やっぱり、うんうんうん、まあ、当然、うん、裏方の人がいて、うん、やらせてもらってるっていうのは、うん、知ってると思うんだけど、やっぱりねそれを俺は今体現というか経験してるから、それを、うんうん、自分がそっちに回ってるでしょ。そうそうそう、やっぱりね本当にこの人たちのためにサポーターのためのね、うん、サポーターとファンサポーターのため、あとはそのボランティアスタッフとか、うんうんうん、まあ、会社の人たち、うん、まあ、この人たちのためにまあ、家族もそうね、本当に選手たち以外の裏の人たちのために本当に頑張らなきゃいけないってめっちゃ思う本当に。で俺らはそれを選手のことを支えるし、うん、選手はもう本当に頑張ってくれる姿だけで本当にもう感動できるし、だから本当最後のね1分1秒笛が吹くまで頑張ってほしいっていう思いもあるし、やっぱりね試合勝つとねやっぱスタッフたちもねめっちゃ喜ぶからね。ああそうなんですか、うん、見えないところで。でしょ、見えないでしょ、うん、だからそういうのも俺は選手経験してで今会社側になって、うんうん、それをねめっちゃ思う。今年1年やって本当に17位っていう成績も、うん、まあ、俺らの力も足りなかったんじゃないかなとか、うん、チームですね。そうそうそう、だからなんか考え、うん、それこそがうそう、ファンサポーターの人たちも多分思ってると思うし、もっと応援したりできなかったなとか、うんうんうん、もちろんしてくれてるんだけど、やっぱその気持ちにもちょっとあったりとかもしかしたらするかもしれないから、うん、まあ、そういうのもね本当にね今年1年やって、うん、思ったね。あとはもっと FC 琉球のことをもっと好きって言ってもらえるねファンサポーターも増やしたいし、まあ、まだファンサポーターになってくれてない人ももっともっとね巻き込んでいきたいっていうのもね、うん、気持ちもあるから、今年1年、まあ、学校訪問とか、うん、まあ、ホームタウン活動とかやってみてそういうのめっちゃ思ったね。やっぱまだまだねあの FC 琉球でせたら何言ってない、そうそうそう、どこのそうそう、どこのサッカーのチームとか、あやっぱそういうのもねまだまだ浸透してないっていうのはね、うん、感じるからね、うんうん、そうなんですね、うん、沖縄のサッカーチームといえばみたいな感じやん。そうまだあなってない、うん、ああ、まあ、そういうのもねやっぱやってきて、もっと俺がもっと今のいる選手たちにもっとコミュニケーション取って、うん、もっとこういう、ね、ファンサポーターに向けてなんか話ができることがね一番、ファンサポーターの人はなかなかコミュニケーション取れないじゃん、うん、日常とかもね、大事ですね、架け橋っすね。そうそうそう、だから俺は選手と、まあ、会社もつなげることもやらないといけないし、う
ファンサポーターと選手をねもっと近づけれるようにしていきたいなっていうのはありますよ。ありますよ、はい。なんか僕はまあ結構いろんなクラブあ、渡ってきたじゃないですか、だからこう近今だから近すぎる関、まあ、近すぎるって言ったら言葉違うかもしれない、近い関係をも持てると思うんですよね、もしもこれが何て言うんですかね、例えばで言えばそのさ海外のさ大きなクラブやったらさ、その選手とファンサポーターがこうもうなんか深くかもうなんですか、コミュニケーションを取れることなんて絶対こう減っていくわけじゃないですか。だからこう今このそのコアのところがしっかりこうコミュニケーション取れていって膨らんでいけばやっぱこういいクラブになっていくんじゃないかなとは正直思うですね。今だからできるんじゃないかなっていうのは思う。そうだね、でも俺もそれはめっちゃ思う。だから J1 とか、まあ、J2 とかもそうだけど、まあやっぱりもともと人気が出るじゃん、J2、J1 だと、やっぱ FC 流域って今 J2 から落ちて、J3 っていうところで戦ってるけど、まあ、もやっぱり J2 だったから応援してくれてたとか、っていうファンの方とかももちろんいるはずだし、でそこでね、今年はいいやって、ね、思ってしまうこともあると思うんだけど、やっぱこれをきっかけというか、やっぱりもっと近い存在になれるように、まあ、J3 の今のチームだからこそもっとね、ファンサポーターの方ともっともっと一緒に、ね、なんかやれたらいいね。なんかこのクラブが20年30年後もっと続いてた時に、昔から好きだったみたいな感じのね、人が増えればいいじゃないですか。そうね、だから今何したい今、いや僕がファンサポーターとどういうことしたい。ファンサポーターっていうか、僕はなんかまあ昔やっててよかった、まあ多分どのクラブでもやってるけど、多分小学校訪問とかは、ああね、僕選手がね、あそう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 、やっぱあれは一緒に体育の授業でサッカーして、あれそうだ、そう給食食べて、そうね、あったね、給食食べるのね、そうそうそう、帰ってた。あれは結構なんか好きしたね、なんかその小学生がさ、また高校生になってさ一緒にね、そうそうそう、なんかねあるよね、本当にそう、本当にあるさ、本当あるんだよね。なんか僕らあの子からしたらこうまあ2人とかで行くからもう2人じゃないですか、僕らからしたらもう30人の中の1人とかになっちゃうから、やっぱりその日1日でさ顔と名前をずっと覚えてるから、それ覚えられることはできないけど、写真とかね残ったりするもんね。そう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 、あるから、そういうのは僕は結構今までの中で一番いいかなと思ってたから、まあコロナとかでねなくなったかもしれないですけど、いいかなとは思うんですけど、翔太って何かしたいそういうのは全然呼んでくれちゃっていいよって感じ。いや僕は全然本当好きっすよ、ね、お話しごめんなさい、すごい眩しくないです。あ全然大丈夫です、はい、です、あれは好きでしたね、昔から好きっすね。でもやってるよねやっぱ、ね、やってるクラブやってる、琉球はやってました。いやあんまり俺がね琉球入ってからはやってないかな。あ そ, うその前はやってたかのか分かんないけど、俺はいいっすよ、しかもね僕俺が沖縄にいる時、プロ入る前とかはやっぱり J リーグがなかったから、J リーグなかったっていうか、はいはい、沖縄でなかなかそういう目に入ることがなかったから J リーグって、だからその昔キャンプとかなんかあったよ、なんか試合しに来たとか、あ、はいはいはい、湘南ベルマーレ、ベルマーレ平塚の時かなめっちゃ昔、そうベルマーレ平塚の時に来てて、でその時に田坂選手とかもいたんや、多分ケンソだったと思う、ケンソが今とは違う形のんだったんだけど、それもめっちゃ覚えてるからね俺。あそうだから僕マジでだからこの僕が小学生の時にその、大阪やからガンバとかセレッソがこう、小学校訪問するじゃないですか、で僕 の, その住んでる地域は遠いからないんですけど、まあ、ある地域あるじゃないですか、羨ましかったっすだから。ああそう、そうよね、だから覚えてるっす、覚えてる、今でも J リーグのあるチームあ る, ある地域に今沖縄がなってるから、もっとねそういうのはね、そう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 、やれていければいいね。 FC 琉球2024シーズンパス好評販売中。シーズンパスなら前売りチケットのおよそ半額、
あなたの声援がチームの力に。 FC 琉球シーズンパスで検索。